風が出てきたな。87.61度か。海面からの平均値は。おいナイター、んなとこで何やってんだ。あ、シグナ。あ、シグナじゃねっつの。部屋にいねえからもしやと思って来てみれば。今日はちゃんと寝とけって言っといたろ。いや、今夜は天気がいいから天体観測にはぴったりだと思ってさ。今の時期だったら夏の大三角も綺麗に見えるはずだし。やれやれ、相変わらず熱心なこった。船長が残され島までは朝までかかるっつってたろ。今のうちに寝とかねえと目の下にクマを作って帰る羽目になっちまうぜ。学院の天文台だったらもっと精密に測れるんだけど。ったくお前ってやつは、兄貴分の話くらい聞けやな。夢中になると周りが見えなくなっちまうのはお前のいいとこでもあるんだが。ごめん、つい。それにしても残され島に帰るのは4ヶ月ぶりくらいだね。姉さんやライラや師匠たちも元気にしてるといいけど。たったの4ヶ月ぐらいじゃ大して変わりはしないだろう。ま、せっかくの里帰りだ。せいぜいのんびりするとしようぜ。俺も運よくナユタに合わせて自警団の休暇を取れたことだしな。うん、そうだね。あ、見てシグナ。綺麗だ。しかも残され島の方角だよ。あの中にも星のかけらが混じってるかな。ああ、きっとそうだろうな。それにしても大した景色だ。星も俺たちの里帰りを出迎えてくれてるのかもしれねえな。よし、早速記録して。ダメだ、さっき言ったばっかだが寝ないと明日に響くからな。ほら、船室に戻るぞ。そんな。この世界には果てがある。僕たちは昔からそう教えられてきた。無限に広がっているように見える海にも明確な終わりがあって、そこから先へは進むことができない。だからこそ学者たちの多くはこの世界は平面上だと断じて、人々もそれを信じている。本当にそうなんだろうか。いや、きっと違う。僕は強く信じてる。世界はもっと広いはずだって。
この光をこっち側から当てて、うん、ちゃんと見えるようになったわ。まあ、綺麗。これはどこかの塔かしら。こんなにくっきりと見えるものも珍しいわね。この星のかけら、なかなかいい値がつくかもしれないわ。アントリアさんが喜ぶでしょうね。あ、そろそろ帰ってきたみたい。
region of Nayuta, boundless trails. Thank you.
お弁当作る？たくさん食べてね。お腹が空いたらまた来てね。
いませ。また来てね。爽快ようよう、寄せる波は無限なりや。しかして姿を変えぬものはない。万物久しいな、ナユタ。オルバス師匠、ご無沙汰しています。
The Legend of Nayuta, Boundless Trails. 久しぶり。元気そうじゃない。ちょっと不愛想かな。ハロー、ナユタ。久しぶり。って、私のキャラじゃないし。頑張れ、私。4ヶ月ぶりの再会なんだから、緊張なんてしてる場合じゃ。あれ、ライラじゃない。ナユタ、いつの間に。元気だった？こんなところで何してたの？いや、そのナユタたちが帰ってきたって聞いて、そのうわー、やばい。久しぶりすぎて言葉が出てこない。落ち着け、私。とりあえずさっき考えてた返事を。ハロー、ナユタン。久しぶり。久しぶり。ナユタン？
お前たちか。危ないからドラッド君に止めさせていたはずだが。釣れねえこと言うなって。何か手伝えることがないか聞きに来たんだよ。
Legend of Nayuta, Boundless Trails. っつっても子供ってわけじゃなさそうだし、まるでおとぎ話に出てくる妖精みたいだ。妖精？おいおい、んなもんが実在するってのか？わからないけど、現にこの子は目の前にいるわけだし、一体どこから来たんだろう。余計なことはしないでもらおうか。こちら側に持ち出してしまうとは。かかってくるがいい。
この身をもってお前の無力さを教えてやる。チッ、澄ましやがって。吠え面かくんじゃねえぞ。気がついた。Thank you.
備者の権限に基づいて庭園への接続を命ずる。The Legend of Nayuta, Boundless Trails. Thank you.
この美しい世界で僕たちは彼女と出会った。これが僕らの長い夏休みの始まり。運命の歯車が動き出す音が聞こえた気がした。星は光、響き合う